フリードリヒサンセイフォン、ブランデンブルクバイロイトは、フランケン地方バイロイト工領の偏教博。デオルク・フリードリヒ・カールの子。啓蒙君主であり、人々は彼をビルゲリー・ブトンと呼んだ。一般の庶民にも人気があり、当時の尺度において、まさに愛された君主であった。彼は、バイロイト宮廷に学問と芸術をもたらし、多くの建築の摂主となった。しかし、 そのために財政が大きく傾くことになる。1731年に、同族、ホーエンツォレルン家のプロイセン王女、ビルヘルミーネと結婚した。この結婚により、娘のエリーザベト・フリーデリケ・ゾフィーが生まれた。1758年に、ビルヘルミーネが亡くなった後、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、カール・イッセイとビルヘルミーネの妹フィリッピーネ。 シャルロッテの娘ゾフィー・カロリーネ・マリーと再婚したが、彼女との間に子はなかった。フリードリヒは、一般教育や、専門教育を教授し、カルバン派のジュネーブ大学で8年間学んだ。バイロイト編教博歌劇場正面この大変に、学識豊かな編教博は、芸術や学問に理解を示し、1742年に、 辺境博宮廷の管理の大学をバイロイトに創設した。この大学は翌1743年にエアランゲンに移転した。彼はさらに1756年にバイロイト芸術アカデミーを創設1744年から1748年にかけて豊かな装飾に彩られたバロック建築のバイロイト辺境博歌劇場を建設している。この他にも 今に残る多くの建築や施設が建造された。太陽の神殿を持つ新エレミタージュ宮殿の建設を含むエレミタージュの改造及び拡張、旧宮殿が消失した後の宮殿庭園付きの新宮殿の建設。新宮殿には、ビルヘルミーネの死後に、いわゆるイタリア館が増築された。フリードリヒは、 フランケン帝国クライスの長官であったが、オーストリアとプロイセンの戦いに自国が巻き込まれることがないよう努力し、成功した。7年戦争でもこの姿勢は変わらず、主にビルヘルミーネを介して大掛かりな朝廷工作を行い、7年戦争終結のきっかけを作った。終戦直後の1763年に死去したが、 前述の通り息子がいなかったため、叔父のフリードリヒ・クリスティアンが次の返境伯になった。エアランゲン大学は、現在もエアランゲン・ニュルンベルク大学と改名して、存続している。この大学の名前の一部、フリードリヒは彼にちなんでいる。ありがとうございます。